どのアスリートにも言いたいことなんですけども、いつチャンスが来るかわからない、特にまあ、荻久保選手は別にそのチャンスを拾わなきゃいけないっていうほどのファイターではないけども、はい、常にチャンスを拾える選手である、イコール常にコンディショニングを維持している選手だと思うんだよね。だからそういうのは今の若い子たちとか、いつタイトルマッチが準備が来て誰かが欠場来た時にチャンスをつかめるような準備は常にしておいた方がいいですよっていうお手本のような流れですよね。そうですね、うん。